女子です。今回も高知県という変わった場所で動画撮っていこうと思うんですけども、えいや、本日はボートに乗って川下りランピングをやっていこうと思います。しかも一つさん、ただの川下りじゃないんですよ。今回下るこの川、高知県が誇る日本三大清流の一つ、四万十川を下っていきます。やった、めちゃめちゃ景色が綺麗ということで、はい、四万十の川を景色とともに楽しんでいきましょう。はい、せーの、チャラララン。今回お世話になります、四万十川でラフティングを運営されているナチュラルグループというところのポンちゃんとマサさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにお尻を乗っけます。なるほど、しっかり足がかかってるんで。なるほど、これなんか横にすんでません、これ漕いでも流れ早すぎて。1、2、見てよこの景色。うわ気持ちいいね。やっぱりおんちゃんはこの景色に惹かれてラフティングボードを始めようと思ったんですか。やっぱそうじゃないみたいで。そうじゃない。今の平平はそうで、って笑ってるわけよ。怖いキャップ。うわーやばい。うわーやばー、やばい。気持ちいい、楽しい。熱かったっけ、ちょうどいいわ。おんちゃん楽しいです。おんちゃんやったらおんちゃんになる。ここはあの、はい、左の道路なくて右も道路ない場所で、はい、結構このどっちも道路ないっていうのは珍しくて、はい、よくね、左の山から鹿の鳴き声とか、マジですか、昼間でも。え、猿の鳴き声ですか、何ですか。鹿、鹿、鹿、鹿の鳴き声。鹿の鳴き声。どんな鳴き声なんですか、鹿って。ちょっと待って、真似しようと思ってる。いや、違う。振ったわけない、別に。振ったわけじゃないよ、別に。いいですね。じゃこの景色見ようと思ったら、ラフティングがないと見れないですね。そう、このボートで来ないと、ここは絶対入ってないんで。ここね、安全な、まあ、セーフティーなところとして。GoPro だけ落とすなよ。パールなこと。あ、いた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 。いいよ。うまいうまい。やばんの、海行っちゃうよ。じゃあ海行くよ。帰ってきて。すぐ帰ってきて。流れがつかめない。うわー、寄ってきた、気持ち悪い、気持ち悪い。このまま海に行きそうでめっちゃ怖い。めっちゃ怖かった。こう、まあ俺の体がこうなるわけ。うわー、うわー。おんちゃんって最大どれくらい乗ってたんですか、このボート。もう1回、3泊4日で行きました。どこにですか。太平洋。太平洋ですか。海行ったんですか。海行きました。これ3泊4日ででも夢だよね。夢。逃がしやがった。待って、俺ら恐竜したんけ。普段のこのラフティングの時間の中でおやつタイムというものがあるらしく、準備してもらってるんですけど、聞け。いいんですか。これがもうツアーの一番の楽しみです。10年間いろいろ試行錯誤したんですけど。やっぱり塩けんぴが美味しいな。へえ、なっちゃいますね。はい、おやつタイムが終了して、これからラストの激流に行きます。おんちゃんから転覆したらカメラ刺繍でどうだけ言われました。本当に転覆したらデータが飛びます。イエーイイエーイじゃない。あ、すげえ。
やばい、あの激流はやばい、マジで見えるかな、あれやばない、あれやばない、あれやばくないですか、絶対落ちちゃん、あれやばいっしょ、よし一生懸命漕いでくれ、これ流れが速い方がね転覆しない可能らしいので、うわ怖っ、今日は本当増水してるんであんな感じなんですけどね、普段あんなことないんであそこまでやばい、やばい、うわーすげえ、やばい、うわーやばい、やばい、やばい、橋の下をくぐれる貴重な経験ですね、上を渡るのも貴重だけど下をくぐるのはもっと貴重なことを我々は今が成し遂げようとしています、ぶつかろうとしている、そしてなんで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 おっちゃん、ぶつかる、おっちゃん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 、なんでそんなあれなんですか、あれ、あの危ないんでやんない方がいいです、やるなじゃあはい、終わりました、上がりましょう、だいぶ疲れたな、疲れたな、もう一回やりたいけどね、うん、もう一回行きます、こう勢いで乗り切るか、うん、勢いで乗り切らずになんかこう自然体でいるのってめっちゃ難しい、ね、実はここね受付になりまして、僕たちも動画外で最初にここに来て、それからおんちゃんたちと一緒にあの川の方に行ったので、皆さんもねあのこちらでラフティングされるときは三島キャンプ場の近くにありますこちらのナチュラルグルーブウッドハウスの方に受付に来られて、それから一緒に行くという感じでお願いします。ナチュラルグルーブさんの、サイト URL 等は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひね気になった方チェックしてみてください、こちらです、こちらです、いや本当に今日は、はい、ありがとうございました、いっぱいこちらも楽しませてもらいましためっちゃ神々じゃないですか最後までご視聴ありがとうございました。最後おんちゃんに全部持ってかれた、でも本当に川の流れもすごくて景色も綺麗で感無量でした、本当にナチュラルグループさんありがとうございました、楽しかった、この夏ぜひ皆さんもラフティングをしにわざわざ高知県の四万十町へお越しください、次回の動画を見てね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします、1月2月のお問い合わせでもやってくださるんですね、いたらやりますなるほど、要予約で、要予約でやりますと、すごい。